皆さんこんにちは、モレノです。本日はエボリューションクラブ99シューティングをご紹介していきます。すごいエボリューションが来ました。なんとシュートスタッツが99になります。例えばこのウンダフの場合、シュートが99になって、かつ高精度プラスが追加されます。本当にとてつもないエボリューションになりますね。で、地味にあの白のチップ、トリベラパワーショットもついて、もう本当にシュート専用機になるような感じになりますね。で、現在まあポピュラーで上がってるのはここら辺の選手なのですが、今日ご紹介したいのはこれだけではありません。これ一人やる、まあもちろん、ね、このラッシュフォードね、あのペース99、あ、シュート99になって強いですよ。このラッシュフォードをエボリューションするの全然ありだと思うんですけど、そんなの誰でも上がってるじゃないですか。って考えると、今日ご紹介するのは重ね掛け、なんとサムネの久保建英、重ね掛けするとこんな能力になってしまいます。シュート99、まあこれはね、なかなかプレイヤーズマウス久保が必要になりますので、持ってる選手少ないとは思うんですけれど、まあエンジンをつけることによって、加速99、アジリティ98、バランス99、ドリブル99、シュートはもちろん99ですっていう、もうとてつもない久保建英が誕生しちゃうんですよ。これ三笘薫も一緒です。バースデーマジック、これはトレイルブレイザー三笘ですね。あの僕は普通にエボっちゃいましたけど、プレイスタイル9つ持ってシュート99で、もう何つけていいのかもわからないぐらい、これは語りそうになるんですかね。本当にとてつもないエボリューションになりまして、どういう風に作っていくかというと、まずクラブ99シューティング対象の選手を調べます。まあこれは何でもいいとは思います。で、かつそれと同時にこのバースデーマジックっていうエボリューションが先週来てると思うんですけど、このバースデーマジック2枠あると思うんです。僕1枠取っといたんですけど、このバースデーマジック対象の選手であれば、基本的にこのクラブ99シューティングに入りますので、それを両方やっていきます。で、まずクラブ99シューティングつけます。これはレートが上がらないので、これをしてからバースデーマジックに掛け合わせしていきます。で、それを調べる方法、フット GG。もう僕絶賛のサイト、フット GG ですね。このサイトを使えば、誰が対象かっていうのもわかります。で、バースデーマジック1をと、クラブ99シューティング選んで、まあ、use all of selected evolutions。まあ、これね、実は、このね、ヒーロークロニクルズでもできるので、まあ、ちょっと後でご紹介していきますが、これを、オール選択すると、この重ね掛けした選手のみをピックアップしてくれます。例えばこのコマンの場合、ノーマルコマンですね、を99にしてからこういう風にします。これもとてつもなく強いですよね。スキルを逆足さんで、まあ、かつシュートスタッツが99になりますので、本当にこれで、かつまあ皆さん、例えば今日日本人、ジャパニーズを調べたいです。ジャパンってフィルターつけてもらって、アプライフィルター、長さと勇気もすごいことになりますね。遠藤もすごいことになりますね。上田綺世、スキルこう、逆足読んで、こんなカードになりますかね。上田綺世、コンピョー、冷静さ97ですからね。で、かつこれエンジンつけたら、もうこれ、とてつもないカードですよね。シュートスタッツも、シュートのプレイスタイルもつきますからね。という感じに、まあ皆さんのね、好きな選手を調べていただけますので、このフット GG ぜひご使用ください。で、じゃあおすすめは誰なのか。もうね、おすすめ言いすぎます。正直。あの、本当に多いです。今回おすすめしたい選手が。まあ、三笘くんを持っていれば、もちろん彼ら2人っていう選択肢もあるんですが、例えばアテネアとかも、このカード55になって、まあちょっと冷静さであったりアジリティは低いものの、ドリブル99、ボールコントロール95になりまして、シュートスタッツもありますので、もう本当にとてつもないなという感じです。なので、まあこれでね、探してみてやっていく感じですかね。このジョタもすごいカードですね。で、個人的にはね、やっぱりね、ペース90っていうのを目安にしてほしいかなと思ってます。あのペース、まあ89、90近いスタッツがある選手がいいので、例えば89でフィルターをかけて、で、ソートで、まあドリブルの順番にしましょうか。
ドリブルの順番にして、まあこういう選手が出てきて、ダビド・ネレスとかですね、個人的にはコレア、すごいカードになりますよ、コレアとか。まあコレアのこのセンチュリオン、コレアを入れると、まあ、このカードでこのドリブルスタッツでフィジカルもあってってなると、もうとてつもないカードですね。まあこういう風にね、選んでください。で、僕がじゃあ誰をエボリューションしたかとおすすめ、お伝えすると、僕ね、ザルリをね、85に持ってたんですよ。ザルリっていうバーンリーの74の選手がいるんですけど、彼をね、ちょっとここに出てくるかな、あ、これだ、彼を持ってたんですよ。これにね、近しいカードを持っていて、僕のザルリこんな感じの能力になるんですよ。逆足後スキル後になりまして、エンジンをつけることによって、まあちょっとドリブルスタッツもアジリティバランス99ではもったいないんですけど、もう意味のわからないカードになっちゃいましたっていう感じで、まあ皆さんね、持ってるカード選手でもいいと思います。で、もう一つね、ヒーロークロニカルズ、あ、これじゃないかな、ジャックオブオールトレーダーズか、これも掛け合わせできるんですよ。で、こっちも55になるんですよ。で、例えばこのアデバイオ、ルートンのアデバイオですね。とか、ペース97のこの逆足後スキル5になるので、このジャック・オブ・オール・トレードもしくはバースデー・マジック、これのどっちかの掛け合わせがおすすめです。このスターリングとかもすごいカードですね。もうケミストリー正直本当に何つけていいのかわからないので、こっちは逆足も上がっちゃうので、もうどっちを選択するかは皆さん自身だと思いますし、あ、久保も55になるんですね。ポトム久保55。いや、この方なかなかもう持ってる人いないですよね。という感じになりますので、正直もうね、この掛け合わせエモでペース88あれば、誰でもおすすめです。それぐらい、もうとてつもないカードになっちゃうんで、例えばこのジェスとかね、しかもこのエボリューション何がいいっていうと、安いんですよ。今回350コインでできるので、安いので、このジェスもすごいっすね。トラッパーに高精度プラスですからね。もう本当に、はちゃめちゃですね。めちゃくちゃですね。という感じで終えていきます。もしね、皆さん悩んでる選手いて、まあ、この2人どっちエボリューションしようか悩んでですみたいなことあれば、僕のコメント欄にぜひ書いてください。僕のおすすめであったり、僕の何かアイディア、もしくはアドバイスをさせていただきます。本当にもう楽しみでしょうがないですね。今、ザルリ途中まで作ってるんですけど、ルカクとかもいいですね。オリーセ。クローリーセ。すげえカードですね、これ。本当にすごいカードっていうぐらい、久しぶりにね、笑っちゃうぐらいのエボリューションが来てますので、皆さんこれはね、ぜひやりたいですね。で、まだね、これから先エボリューション来ますので、もしかしたらさらに強い掛け合わせが来る可能性もあって、残しとくっていうのも面白いかもしれないですね。ジェルソン・ロドリゲスくん、すごいですね、むしろ。元ジュビロ・磐田ですね。という感じで、今日も見ていただきありがとうございます。質問、コメントあれば、いつでもお待ちしてます。ではまだ。